宝剣とは9年前六将姜を殺した男なのです。六大将軍の一人姜は病に伏していったと聞いていたが、姜とは一体何者だったのだ。姜の素性についてはほとんど知られていません。将王が語るのを禁じたのです。しかし今一番重要なことは、姜が王家にとってとても大切な存在だったということです。六大将軍姜は王家の妻になるはずだったのです。剣は置かない。私の居場所はここだよ。